マリア・サッカリは、ギリシャ・アテネ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス7位、ダブルス297位。身長172センチメートル、体重62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。逆ありの、表記揺れも見られる。 元プロテニス選手の母の手ほどきで6歳からテニスを始める。2015年にプロに転校。四大大会では2015年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦で王将に5から7、2から6で敗れた。2017年は全豪オープン、ウィンブルドン、全米オープンで3回戦に進出した。9月の武漢オープンでは、 予選から勝ち上がり2回戦では、当時6位のキャロライン・ウォズニアキオ・ナナゴ、63で破り始めて、トップ10選手に勝利した。3回戦で、エレーナベスニナ、準々決勝でアリーゼ・コルネを破り、ベスト4に進出した。準決勝では、キャロリン・ガルシアに3から6、2から6で破れた。2019年5月のラバト大会の決勝で、ジョアンナ・コンタを26、64、 6-1で破り WTA ツアー初優勝を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。